ちょっと配信をしようと思います。ということで、まずは今日はりんちゃんの卒業公演でございました。ちょっとね、差し入れでいただいたものだったり、いろいろその辺というか、そう、そこら辺を食べながらちょっとお話をしていこうと思いますが、フルーツプリンケーキ、めちゃめちゃ綺麗でしたね、りんちゃん。本当に、まあ、りんちゃんのドレス姿はもうね、あのあれでコンサートの時に見てはいたので、ドレスに関してのこう、なんて言うんだろう、新鮮な感じとかはなかったんですけど、でもそれでもやっぱいざ今日がね卒業公演で、こう今日で卒業しちゃうっていうのを考えると、すごく寂しい気持ちになって、まあ最初はというか、本当に正直全然なんかりんちゃんが卒業するっていう実感が、まあ今もあんまり湧いてないんだけどそう、全然湧いてなくて、なんかまた8でなんか10周年高野祭みたいな、そのテンション感、そう、10周年高野祭みたいなテンション感で今日集まったみたいな気持ちでこういたんですけど、やっぱこういざなんかりんちゃんの言葉だったり、聞いてると、本当に卒業しちゃうんだなっていうのが噛み締めちゃって、本当に私の中でこうなんか初期の頃にスタッフさん、結構よくいたカメラマンさん、女性のなんかめちゃめちゃ優しくて、めちゃメンバー8のこと大好きでいてくださったスタッフさんがいたんですけど、その方と話してたのは、本当に全世界の人がりんちゃんだったらどれだけ平和なんだろうねっていう話をそのスタッフさんとしてたぐらい、本当になんかそうだよなみたいな話をしてたんですよ、そのスタッフさんとカメラマンさんと。でもそれがずっと変わらなくて、本当10年間ずっとそのりんちゃんだった、本当に。だからりんちゃんの言葉に助けられたし、りんちゃんの言葉を聞いて救われてきたし、うん、なんかね最近ね、なんか卒業していくメンバーだったりとか、こう KLP 行くぎょうちゃんとかがなんか残るメンバーもみたいな話をよくするじゃないですか。私最近その言葉に本当ダメだなと思って、その言葉にちょっとなんか心が来るそう、なんかちょっとやめてって気持ちになっちゃう。もういなくならないでみんなみたいな、
気持ちになっちゃう。本当に。まあ、その残るメンバーの一人でもあるし、なんか寂しいなって。なんかこれまでのこの同期の卒業とかもすごい気持ち的にはやっぱ寂しいなっていう気持ちはあったんだけど、こうどんどんやっぱ目に見えて数が減っているのを実感しているのね今そう、それがすごく寂しくて寂しくて、すごく辛くて辛くてって感じです。うん、うん、美味しくてペロリって食べちゃった。やばすぎ。でもまだある。もう一個ある。プリン食べた。すごくない？美味しそう。スイカゼリー。おしゃれ。うん、うまっ。今日一の声出た。なんかしかもさ、残るメンバーとかりんちゃんが言ってて、その時に私の中では、あ、残るメンバーの一人だなって思って、残るメンバーもみたいな話をあっち向いてしてたのね。だからその時にすごい、あ、私もその一人なんだなと思って噛み締めてたら、りんちゃんがこう周り見渡して、次こっち向いてきて、もうやめてみたいな。私が今噛み締めてる時にりんちゃんがこっち向くと泣いちゃうでしょってそう、やめてよって思ってました。はい、案の定ちょっと涙ほろりってしちゃったんですけど、本当にこっち見ないでみたいな、うん、多分りんちゃんはさ、ホテちゃんとかさ、くぼちゃんとかに向けて言ったのかもしれないけど染みちゃったよ10年選手が染みちゃったよ本当に。素敵すぎて。ね、ホテも高級。ホテはもうずっと泣いてた。なんかみんな今日ホテのママみたいな感じだったもん。一ファンやんと思いながら。
でもホテには絶対に伝えようねって、絶対に好きですって伝えるんだよって、私もご飯行きたいって絶対に言うからねって言ってお前のご飯行きたいとホテの告白は全然重み違うだろうって感じなんですけど、いやもうでも私にとってはね、もう大決意なのでそう、あと全然ごめんなさい急に、あのでもこれ後ね、後で話します。いや本当に関係ないんで、本当にりんちゃんの話と全然関係ないんで、りんちゃんの話を先にします。申し訳ない、なんか全然関係ない話するから今申し訳なくなっちゃう。そうです、長月さん、ともゆきさん、ハートありがとうございます。あれ待って、私え、やばい、やらかしてるかも、ちょっと待って、あ、あった、よかった、ね、やらかしてなかったです、安心。ちゃんと持って帰ってきてた。スイカゼリー美味しい。これは何味って例えると、スイカ味なんですけど、あのパステルっていうプリン屋さん知ってますか？のの昔出てたスイカゼリーってわかります？私あれが大好きだったんですけど、あれです、あれと同じ感じ。え、みんな知らないんだ、パステルっていうプリン屋さん。え、絶対見たらわかる、調べてください。わかんないって思った人はパステルっていうプリン屋さん絶対知ってる、見たらわかります。あ、ここかみたいな、ここパステルって言うんだって、絶対見たらわかる。なんかいとこがね東京に住んでいるんですけど、そう、そのいとこがあのいとこのママは私のママと家族じゃないですか。だから実家は、そのいとこのママの実家は富山なんですよ。で、そのいとこのいとこたちがこのなんか正月とかに帰省してくるときに絶対にパステルのプリンを買ってきてくれたりとかしてた。あとパパも、そう、水色の保冷剤のところ、保冷剤、保冷バッグ、え、絶対わかる。スイカゼリーの味をスイカゼリーで例えてごめんって、それはごめん、確かにピアノマンさん、ハートありがとう。ヨッシーさん、クマありがとう。それは確かにそうだ、スイカゼリーの味スイカゼリーで例えるのバカだよね、ほんとごめん、それは確かに言えてる、マジで言えてる。
ます。トリエーフ君を育成します。で、うわー、レベさん。こいつ使うか。レベさん3人。ちょっと待って。レベさん作んなきゃ。急に誰リエフってって感じですよね。すいません。パステル富山じゃないですよ。富山にそんなおしゃれなものはありません。はい、こんばんは。でもめぐちゃんがこの間あの波動旅行で富山に来てた絵、そう知ってたんですよ。私めぐちゃんが富山に来るっていうのは知ってたんですけど、そうだからめっちゃね、美味しいご飯どこって言われて、えとにかくお寿司が美味しいんで寿司食べてくださいって言っといた。寿司食べときは間違いないですってもう絶対に寿司は食べてくださいっていう話だけしときました。例えば寿司食べときはね正解みたいなとこありますからはい、確かにそうだ、鳥取と熊本と確かにプレゼンしてた。えってことは富山が勝ったってことでいいですか。 ありがとうございます。そういうことですね。あのプレゼン対決は富山の勝ちだったってことですよね。ははやったね。経験値、トレーニング素材、潜在力、潜在力もつけたいが、しかしトレーニング一旦経験値かな。配給してます、すいません、配給ゲームして。東京駅の白エビ天丼は富山と同じ味ですか。わかんない、富山でしか食べたことない。富山駅で食べれるもの東京駅で食べようと思わないからさそりゃそう。長月さん、ケンイクさん、ハートありがとうございます。韓国語の方ピカピカありがとう。そう、私ここ最近、すいません、勝也は行くんですけど、でもなんかご飯を決める基準が東京で食べれるものは東京で食べたいみたいな、うん、最近マック行かなくなって、なんでかっていうとどこでも食べれるじゃん。そうだから最近マックに行かなくなっちゃった。まあダイエットしてるっていうのもあるんですけど、
エットしてるって言いながらスイカゼリーこの時間に食べてるのおもろいんだけど、スイカゼリーだから許してください。スイカは野菜なんで。寒い。スイカは野菜だからビタミン入ってんのかな、わかんない。わかんないや。食事制限、うん、してる気がするけどできてない気もする、あんまり。やっぱ忙しいと食べないとやっていけないから結局食べちゃうみたいなところもあるし、あと差し入れで本当にありがたいことに差し入れをたくさんいただくのでもう食べちゃうって感じ。しょうがないよねこの2日間は。でもあれは最近心がけてる、あの劇場の前になるべくご飯を食べるっていうのは心がけてます。終わった後に食べると、終わった後もお腹空いてるんですけど、お弁当の話ね、差し入れは置いといてお弁当は前に食べるようにしてて、後だとやっぱどうしても10時とか過ぎちゃうんで、そうそうそう、なるべくメイクとか早めに終わらせてお弁当を早めに食べることを意識してます。そう、どうしても遅くなっちゃう。ルペンは40キロでやばいとか、やばい、40行ったことないし、うちこの身長だからね。でも言っとくけど150ですから、うん、いやこれで160、いやもうそれはエリーちゃんみたいな本当にすごい、それは本当にエリーちゃんマジですごい。私、うん、りーちゃんマジですごい。あんなにさ細いのにさ、ちゃんと自制心持ってご飯とかもちゃんと自制してんのやばい、マジすごすぎる。あやさん、ハートありがとうございます。かずやんさん、お疲れありがとうございます。いや食べてないわけじゃないですよ、エリーちゃんのなんか
ダイエット法みたいなやつは多分エリーゴー見ていただければそう YouTube視聴者1視聴者です。メンバーの YouTube 大体見てます。母さんハートありがとうございます。エリーのはなんかやっぱ視聴者さんに分かってるっていうか、なんて言うんだろう、こうやっぱ女の子ファンが多分エリーは多いじゃないですか。とかあの韓国のでついたファンの子とかがそう多いから、なんかまつげの作り方とかこう身長体重こうなんかなんていうの身体測定公開みたいなのとか、そういうのってやっぱ女子は気になるんですよ。そうだからそういうのがちゃんと分かってるエリーちゃんの企画者さんたちは、だからそれがすごいなって思います。だから多分めっちゃこれからも見られるだろうし、そう、うん、見たいって思うもん。でも別にそれって多分私がやってもあれなんですよね、違うんですよね。そうちゃんと分かってるのがすごい。なんかこのファンの方に向けてみたいなのとか、自分はこういうファンが多いからこういうのを出しますっていうのがすごい分かってるのが本当にすごいなって思います。さよしさんピカピカありがとう。そうそうそう、でもまあむずいよね。だってさ、そういう動画って多分さメンズはあんまり興味ないじゃん、まあ、特にエリーちゃんのことを知らないメンズはさ多分その動画にはたどり着かないじゃん。でもさこうなんて言うんだろう、例えば私のやってみっちゃもそうなんですけど、なんかやっぱりこう野球っていうコンテンツが一個ドンっていうのがあるだけで、あれはね1万回再生いったんですよ。そうなんかこうやっぱ人をなんて言うんだろう、そういうのを見るのが好きな人とか、バット作りみたいな見るの好きな人とか、別に橋本春奈のやってみっちゃを知らなかったけど見てみようって思った人とかが多分そういうのをクリックしてくれて、こうあれは結構1万回結構早い段階でクリアしたんで、クリアっていうか、まあ、別にノルマとかあるわけじゃないんですけど、そうだからそういうのがこうこの層だけっていうのにしてたらその層にしか届かないから多分拡散力はあんまりないのよ。でも確実に一定のファン層はつくみたいな、そう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 。とかそれこそ野球好きのファンの方とかに多分私のやってみっちゃの映像がこうおすすめとかで流れたりとかして、で、まあ、きっと見てくれた人もいると思うんですよ。だからね企画はむずいよね、考えるの絶対そう思います。かゆいごめん、かゆい
すごい、りんちゃんの写真をあやねちゃんたちがアルバムにしてくれてる。かわいい。やっぱカメラって画質いいな。あ、ちょっと30分までトップオンタイムを久しぶりにしたいと思います。ちょっとね、なかなか最近できてなかったので。30分までで終わったらランキング読んで終わります。やばい、アップデートかも。アップデートかも。めっちゃローディングしてる。なんで？そんなローディングすることある？ Wi-Fi 繋がってるよね。いけました。いけちゃったよ。アップデートしなくてもいけた。ということでやっちゃいます。え、すごい、初回からピョンズピョンズパンプンツピョンプンズ。すごすぎ。ポンズ混じってる。ポンツ。なんでアップデートしなくてもいけたんだろう。結構疑問。まあいっか。なんかいっぱいだ。ちゃんと当たった？チャンスあったやん。ラインしよう。ドボンされたり。ちなみに今ゆいりさん誰推しなの？イベントじゃないですよ。全然全然イベントじゃないです。うちのカードなの？何？好きなんですか？いや絶対めんどくさくて変えてないだけ。でも嬉しい。ラブ。
すがに秒で送るの怖いか、当たった瞬間にちょっと送るのやばいか、ちょっと後でにしよう。 LINE はもう作った。ピョンズピョンズ沼さん推し、あと送るだけ。え、でもさ、ドッポンタイムしてるな、一緒のことしてるってことですよね、今私ゆいりさんと。ニヤニヤ。やばい、沼。ニヤニヤ沼。同じこと考えてたってことですよね。あ、ドボンやろう。意思疎通マン。スペード。ありがとう。あ、のねこさんピカピカありがとうございます。スペード。忖度してもらった。ピョンズに忖度してもらった。ハルピョンは合わせなくても会える。やめてよ、そのなんかそこら辺にいる虫みたいな言い方すんの、やめてよ。最近ずっとやってなかったんだから。あ、って送ろうとしたら会いました。ニヤニヤって送ろう。忖度なんてしませんよ、余裕でスキップします。そしてヤギちゃん推しをドボンしました、ありがとうございます。称号も同じの使ってるし、うちのカード使ってるし、どうしよう。好きなの、ゆりさん、ハルピョンのこと好きなの。嬉しい、嬉しい。ちょっと LINE 送ります。オッケー、そうし、そわいやねん。いや、ゆりさんがハルピョンに合わせてる、時間合わせしちゃってる、すごすぎる。え、それはちょっとこれ見られてんのはずい、ちょっとやめてほしい。それだとしたら、としゆきさんハートありがとうございます。それだとしたらこれ見られてんのはずい、ちょっとニヤニヤとか言ってんのバレんのはずい、無理。
やめて、本当に無理、キモいって言われる、やだ、ゆりさんにキモいって、ゆりさんでもそんなこと言わない、心優しい、うちの大好きな人だから。え、 LINE 来た、帰ってきた、帰ってきちゃった、かわいい、嬉しい、即レスすぎ、好きじゃん好きじゃん、ニヤニヤしてる、ねえ待って、画面に映る自分がキモい、ごめん、落ち着け、今ピョンと二人と当たってんだから、それを喜べ、まずありがとう嬉しい、沼、沼ってスタンプないのかな、ちょろないわ、うわ、これ買いたい、これ買いたいけど別に、うーん、あんまり他があんまり使わなさそう、あ、これこれならなんか肝皮で使いそう、買おうかな、え、私あんまりさスタンプ買わない人間なのに、イエーイ、ピョンズ以外をドボンした、ちゃんと、でもこれ可愛いから買いたい、買っちゃおう、ゆりさんのために買った、推しのために課金したこのスタンプかわいい、ちょっとみんなに見せたい、どのスタンプ買ったかっていうとね、でも課金っていうかなんかポイントでさ買えるじゃん、それで買いました、今そうだからなんかいっぱい CM 見たらみたいな買えるやつあるやん、うわ、これにすればよかった、待って、あ、でもこれは100コイン必要だ、こっちの方がなんかキモカワで可愛い、これ可愛くない沼に住んでいるアザラシっていうスタンプ買いました、ぜひお揃いしましょう、なんか他のも結構使いやすそうだから買ってみた、なんか他の沼っていうのを使っその見てみたらなんか推しに沼ってる女の子みたいなあったんですけど、なんかね他がね沼以外がねあんまりねむずそう、推ししか勝たんとかあんま使わないし私、そう、推しに会えるならどこにでも行く、そう、あんま使わないからね、イエーイ、ドボン勝ち、だから他でも使えそうなスタンプを買いました、こういうところはケチなんですよ一回買っていろんなところで使えるやつを買う、こういうところはケチ、
ぴょんずぴょんずちゃんひなちゃん推し堅実倹約家いいこと家は持ってなかった。またスタンプいっぱい買うためにポイント貯めます。あと1対戦ぐらいかな。でもまた全然なんかこういうドボンタイム以外にもドボンしようと思ってるので、またたまにやってるハルピョンをノラピョン探してください。ありがとう教えてくれて。これでラストにします。ピョンズ一人いるからこのピョンズに楽しんでもらって。よし、ポイントゲットで、私がしたかったのは、そう、あ、今のこの話リンちゃんと関係ないから後でいいやって言ってやめたやつ、なんと配給のガチャが10回たまりました。ガチャ券しゃということで、今から、推しを引いていきたいと思います。でも推し出る前にさ、野安さんのさガチャが出ちゃった。マジ野安さんも欲しいから、野安さんのためにもまた頑張んなきゃ。ちょっと辛いけど頑張る。まあそんなことは一旦置いといて、とりあえず推しを出します。あと20回でツッキーが絶対に出るの。でも、あ、待って、終わりって言ってない。終わり。そう、だから今まだ10回しか10枚券しか持ってないんで、この10枚券を引いたら幸せ。みんな祈って、お願い、うちのためにいきます。え、まああなたはいいんです。ノーマル、そう、ノーマルね。ノーマルは9人出ます、大体。まあ、9人、4、5人出て、まあレアも出ます。お願い。あ、伊達工業、はい、レア、レアですね。ありがとう、レア。レアも嬉しい。あ、商用も嬉しい。あと10回引かなきゃいけなくなった。全然なんか、おっみたいな感情になる人いなかった。商用も弱い商用だから別に今別にいらない今別にいらないかわいそう。でも今いらない、弱めの翔陽だった。翔陽っていうのは日向翔陽くんで、あれです、
主人公。頑張ります。ということで、ランキングを読みます。ちょっとショックなんですけど、ランキングを読んでいきたいと思います。いや、推しが出ないってこんなに辛いものか。みんなはこういう気持ちであれやってんだね、ドボンガチャ。ありがとう、頑張ろうね。ということでランキングいきます。1位サプライズレバーとピョンドさん、ありがとうございます。2位ヨッシーアットさん、ありがとうございます。3位トラックアローとゴリさん、ありがとうございます。4位ネバーストップアットハルピョンを褒めたレミヒューは有能。本当にもう、でももうなんか買ってあげなきゃ、なんか買ってあげなきゃってぐらいの気持ちなんですけど、ね、生誕だしね明日。レミヒューごめんありがとう。特にひゆかがね最初に名前出してくれたので、ひゆかにはもう大きな花束でも送ってあげ、もう私がもう生誕委員になってもう大きなスタンドフラワー作ってあげなきゃいけないぐらい本当に感謝です、ありがとう。5位鉄道ネイトアットピョンズさん、ありがとうございます。6位ともゆきさん、ありがとうございます。7位長月アット、土曜日僕と行きます。本当また休み取れたの、ありがとう。交通費とか言って本当ありがとうございます。8位哲也と、ハルピョン大好きありがとう私も。9位ナンスノさん、ありがとうございます。10位アルバンさん、ありがとうございます。11位ピアノマンさん、ありがとうございます。12位アシュラさん、ありがとうございます。13位キリさん、ありがとうございます。ということで、お土曜日私も行きます、嬉しい、ありがとう。土曜日来る人、本当に10日マジで絶対当たんないから、9日10日出るんですけど私公演10日ゆきりんさんの通常公演最後って知らなくて、普通に私ここ10日のメンバー出た時にゆきりんさんと一緒に出れるの嬉しいと思って、そうこうスタッフさんからね先に聞いた時に嬉しいと思ってこう見てたので、そしてこの昨日か今日かこうメンバー発表された時に柏木由紀の最後の通常公演ですみたいな、いやもうピョンズ当たらんよと思って絶対当たらないと思うんですけれども、まあ9日はねきっと当たると思うんで、ぜひぜひ9日にハルピョンに会いたいって人は9日に申し込んでください。でもちょっと10日しか休みじゃないんですみたいな人は頑張って10日。いやそうなのよ、ゆきりんさんがね僕隊に出るってなった時にチーム B の公演ではゆきりんさんと全然絡めなかったので、ほんと MC とかでも全然絡めなくて、最後のありがとうと一番最初のこのおはようって言い方ブーキラボだぞのところと最後のありがとうのなんかわちゃわちゃするシーンしか本当に絡めなかったんで、ちょっと僕隊はね、ひだんさんのとこでしょ、まなかちゃんのとこでしょ、あれありますよね、あれイチャイチャしますよね私たち、あれしないっけ、レイダウンで、ちょあんま覚えてないけど、でも9日に公演出て10日にゆきりんさんいるけど、もうなんか前日にやったから大丈夫っていう気持ちでゆきりんさんと一緒に出られるので、その最後に一緒に出られる機会を本当に噛みしめて、しっかり噛みしめて一緒に出たいと思います。ということで本日は本当にね、今日はりんちゃんの卒業公演で、昨日はチームエイト10周年公演で、こういろいろね最近本当にバタ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 であったんですけれども、皆さんにこうなんだろう、いろんな私をお見せできられるこれ本当に良かったです、ありがとうございます。皆さんとこれからも、私はまだまだAKB48の一員として
まだまだ頑張りたいっていう気持ちが本当に強いので、これからも11年目もよろしくお願いしますということで、それでは明日もお仕事なんで頑張ります。おやすみなさい。ありがとう。また明日は金曜ロードショー、あ待って、明日の予定スケジュール見る。あでも明日は仕事が押したらダメなんですよね。だからそれもそれで押さないように頑張ります。私は私で仕事が押さないように頑張る。みんなもちゃんと9時までに帰ってきてね、よろしく。えでも6日土曜日、え土曜日公演なの、明後日公演なの、朝早いよ。まあ、頑張ります。ちょっと明日撲退を振り起こししようということで、それではおやすみなさーい。またね、ありがとう。バイバーイ、リンリンリン、バイバーイ。